今日は59ページについてお話ししましょう。ここには愛というものが書いてありますね。あなたは子供の頃に自分が親を愛していたと思いますか？そして親に愛を求めていたと思ってますか？もちろんあなたはこう思ってるかもしれません。あの時親は自分を愛してくれなかった。この愛という言葉はあなたはいつ覚えたんでしょうか？実は子供の頃は愛という認識なんてないんですね。自分が世話をしてもらった、甘やかしてもらった、これを今愛と呼んでいるだけです。当時はただそれが心地よいというだけであって、それを愛情だなんていうふうには本当は思っていなかったんですよ。大人になって愛という概念を獲得したので、その言葉を使って子供の頃を表現しているだけなんです。例えばあなたがおもちゃを買ってとお父さんに言ったとしますね。そしておもちゃを買ってもらえていたら、あなたは今愛してもらっていたと判定しているわけです。そしておもちゃを買ってもらえなかったら、あなたは今あの時お父さんは私を愛してくれていなかったというふうな判定にしているというわけです。ですから当時のあなたは別に愛を求めているのではなくて、おもちゃを求めていたんですね。ということで、このように自分の都合の良いように言葉を使って愛というものを定義し、それを過去に持ち込み、自分は愛されていなかったというふうな意味付けをしているということなんです。私が言いたいのは、あなたは愛してもらっていなかったと思えば、いくらでも愛してもらっていないと思うことができる。だから逆に愛してもらっていたと思えば、いくらでも愛してもらっていた記憶を思い出すことができるということです。どちらを選ぶかは現在のあなた次第なんですよ。ではまた次回。